こんにちは。 PC で遊べるローグライク第8回、今回は前回から引き続きまさかの東宝プロジェクト要素満載の作品、通称ヘングバンド東宝勝手版を紹介します。この作品の魅力の一つは前回も紹介した登場人物の多さでしょう。まずゲーム開始時でのキャラメイク時に既存のキャラメイクに加え東宝プロジェクトの登場人物を選択することが可能になっています。そしてこの動画投稿作成時点での最新作までの全てのボスキャラクターが選択できるという多さです。独特な能力が使えるほか、さらに逆に特殊な制限が課せられていることもあるため、ちょっとしたチャレンジモードのような楽しみ方もできます。もちろんこれらのキャラクターは全てユニークな敵としても登場します。また、舞台が本家から大幅に変更されているのですが、その影響でマップやダンジョン、クエストが調整されていたり追加されているのも魅力です。本家ヘングバンドのものも多数残っているのですが、スカムと呼ばれる極端な稼ぎが難しくなるよう調整されていたり、逆に必須と呼ばれるようなアイテムの一部には必ず手に入るような手段が用意されていたりといった調整がされています。もちろん本家経験者や上級者向けに本家以上に強化された要素もあるほか、やり込み要素も用意されていますので、がっつり遊びたい方でも満足できると思います。本家から登場する敵やクエストにはかなりの強化が施されているものもあり、本家とは違う攻略法を強いられるかもしれません。本家からの魅力の一つであるさまざまな装備等の収集と吟味についても、この勝手版でアイテムや効果の種類が増えているため、いわゆるハクスラが好きな方も楽しめると思います。そしてヘングバンドとしての魅力の一つ、さまざまな小ネタも健在です。さまざまな漫画やゲームの登場人物やアイテムが登場するのはもちろん、東宝プロジェクト以外にも新たに追加された作品が多数存在します。場合によっては東宝プロジェクトのキャラクターとその元ネタとされているキャラクターが同時に登場するなど、新たな状況が生まれることもあります。ローグライクと東宝プロジェクトという言い方をしますと、商業展開までしたある有名な作品が存在します。この動画を見ている方の中には、もしかしたらそちらを遊んだことがある方もいるかもしれません。私はそちらの作品を遊んだことはないので比較は難しいのですが、このヘングバンド勝手版も負けずに劣らず魅力的な作品だと思うので、ぜひ遊んでみてください。 PC で遊べるローグライクは次回で最後になります。最終回はこれまでのまとめ、そして改めてローグライクの魅力を紹介したいと思います。それではまた次回。この動画が気に入ったらチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。